それでは、まず、平野選手からのミドルですね。ドーン、ハイネケン来ました。そしてここもハイネケン。平野愛梨選手先行のゲームスタート。トリプル捉えて367、いきなり134取ってきました。なんか20ラインきっちり合いそうな投げ方しますね、林選手。柔らかく20ラインをね。ナイス。さあここ20しっかり19 20、ここ19 20 19、いって264っていうね数字が残ってくるので、いや狙えてますね。いい感じのなんか縦ラインが合いそうなね、軽い感じの。ナイストーン、ナイスコア。さあ233っていう数字をね作ってきましたが、トリプルから、217と213ですね。3投目で19いけばっていう感じだったんですよね。ブルガラムでトリプル捉えて、そして20、ナイスナイスアレンジ。152残りというね上がり目を作ってきました。さあ林選手もここしっかり上がり目を作っていきたい。1投目から157 137、そしてもう1本117 132残り。対するは平野選手152残り。122ですね。対するは林選手132。ブルー60から来ましたね。じゃあもう一本60ですね。で92、そしてもう一本で残2の子ですね。もう一本60、ナイスアレンジ。122、これはね18から行きたいですね。さあ109なので、もうそのまま20でも19でもいいんですけど、得意な数字で。でまあここはまあブルとか18とかね行くんですけど、まあナイスですね。まあ決まればいいんですけど、まあ18っていう数字打てばですね、
サブロクっていう数字が残ってきて、さあナイスアレンジ、12トリプル決めて18ダブル狙えてます。いやーナイストライ、うまいですね。トリプルダブルを狙いましたが惜しくも18打ちで18残り、さあ30残り、15ダブル、いやいいですね。ちょっと力んで上行ったのかアレンジしたのか。さあここは寄せる感じでね、松田選手も言ってましたが力まないで投げる。さあ18ですね。さあ9ダブル、うん、いい感じですね。寄せていく感じですか。さあでもここはね思い切って攻めていきたい。あー惜しくも決まらずですが狙えてます。さあ平野選手5ダブル、2でねアレンジし直すってこともあるんですけど、もうダイレクトにいってミスですね。さっきねいい感じで狙えてたんで林選手そのまま9ダブル内に入れて1アレンジの4ダブル。You require 10. No score. さあちょっとねダブル狭いので攻めあぐねてますが、アレンジ15に入ったんですね。1アレンジからの1ダブル、おーっと難しいことをしましたがきっちりダブルのね面積は1だろう1ダブルだろうが20ダブルだろうが同じなのでね、さすがです。いや林選手うまいですね。さあそして30ダーツでブレイクした林選手先行のゲーム。トリプル絡めてきます。うわーなんか狙えてますね。もともと愛媛県はこうスティールダーツが盛んな地域でですね、あのうまい女性も結構いるんですよね。うまいウーマンがいるんですよね。少しねあの横ずれが大きくなってきましたね。トリプル捉えてもう一本くれば250残り、ナイススコアですね。ナイススコア。
トリプル決めて255残り。ナイスアレンジ。290ですね。60という数字作ってですね、230という数字作りたいですね。さあここは235でナイスアレンジですね。235。60決めて上がり目出したい、うん、ナイスレース、ナイスキープ、合ってきましたね。さあここここですね、20ライン。おっと1にずれてしまいました。60絡めて、さあこれで上がり目がトリプル絡まないといけません。さあまずは第一関門、第二関門ですね。210残り、上がり目を出したい。トリプルから、そしてもう一本。いやー、ナイストーン、ナイスコア、ナイスアレンジ。さあ192残り、100取って92。おっとこれで、これで20トリプル来ましたね。今のは18ですよね。18。20からもう一本20でもいいし、12、16、この3択ですね。16チョイス。122残り、18から。あ、20からですね。さあ14ブル、そのままね、はい。56残り、16からの20ダブル。さあどうする。9、17、9からの20ダブル。うわー、ナイストライですが、サイド。さあ79、19、13、アレンジからの20ダブル。まあでも19の方がやっぱりそのなんだろう、そのままシングルシングルダブルっていうね、上がり目が出るので。15ダブル、7からの8ダブル。ああ、5の10いくんですね。You require 52. 12チョイスの20ダブル。決まらず、決まらずですね。You require 10. さあ2をチョイスするのもありですが、5ダブルいくでしょう。さあここはしっかりと攻めていきたいですね。これは15ですね。You require 10.力むと寄りませんね。そして林選手に3たびチャンス。
10ダブル。いい感じですね。ぶつけて入れたい。いやー、注文通り。1投目刺さってるフライトにぶつけてこう滑り込むっていうね、高等テクニックですね。はい、ナイスダーツで林選手がベスト8進出です。